香取慎吾プロデュースブランド新店舗に稲垣吾郎と草薙剛がサプライズ来店。タレントの香取慎吾、44、がファッションエディター、ユーマ友吉と共にディレクターを務めるファッションブランドジャンテオンテンバー、ヤンチェオンテンバールの新店舗オープンに稲垣吾郎、47、草薙剛、47、がサプライズ来店で祝福した。同ブランドは25日に東京、丸の内に新店舗を開店。洋服の新ブランドならぬ新サイズ SNG、新語、発売やコラボ商品など、香取とユーマ氏の遊び心がふんだんに表現されている。そんな新店舗オープン日にサプライズで稲垣、草薙が姿を見せた。草薙は初めて見た店舗に感激しおめでとう。と祝福。店内を見回し店内装飾は引っ越し前のものも残っているんだねと発言した草薙に香取はファッションだけでなく、サステナビリティについて話した時にユーマさんも僕もそうしよう、と納得したとその意図を説明。稲垣は自身がディレクションを務めるレストランビストロ JO と比べそう通ずるものがあるよね。レストランで食事して、ここで買い物してねとアピールした。さらに、今回初めて発売された同ブランドオリジナルのアパレルリラクシングシャツ&パンツに草薙&稲垣もいいね。とアンテナを働かせた。草薙君も僕もこれすごくいいねってと稲垣が言えば、香取は今って部屋にいる時間もだいぶ長くなっているからねと言葉を返し、パジャマって重要だよね。気に入ったパジャマ着てるだけでワクワクするよね。稲垣、T シャツもいいね。草薙、と店の魅力について、3人は楽しそうに語っていた。